はい皆さんこんにちは、えー、ジャーナリストの岩上康美です、えー、本日はですね大変、えー、タイムリーでビッグなゲストをお迎えしております、えー、新潟あ県知事選を制し新知事となることが決まりました米山隆一さんになんと東京の IWJ のスタジオにお越しいただきました、えー、米山さん当,当選本当におめでとうございますありがとうございます、えー、ありがとうございます 本当にね、あのー、素晴らしいね、激戦を制していや、うん、もう下馬票は不利と本当にね、圧倒 <laughs> 的不利だったと思うんですけどこれね、このこれ万歳の瞬間ですよずっとうち中継しておりましたありがとうございますいやー,いやーもう、もう正直開票になるまで大丈夫かな、大丈夫かなっていう状態だったんですねで、こういう数字でしたね えー、投票率は53%で、えー、米山さん52万、2位の森候補は6万、あえー、都は6万3411、えーね、46万ですね、これを、ね、圧勝だという人もいます、それからやっぱり僅差だったという人もいます、どういうふうにご覧になってますか、まあ、客観的には僅差だと思う、10%ぐらいしか離れてませんから。うんうんうん でも同時にですね該当で言いますとあの出口調査でもあったんですけれどもあの無党派層の「六三」っていうのあれ実感するんですよ。ねそうするとやっぱり外、ま、当的な話では実は大差あったんだと思いますあ、うんま、同時にやっぱりそれがこうここまで迫られる。 あまあ、本当、僅差になるって、ね、やっぱり組織票強いな、自民党さんは。のそ,、ね、その実感、のそこの街頭との実感とこの票差との変わりがすごく大きいの民意はね、米山さんにあった、だけども、まあまあどちらもですけどね、まあまあ、事故ね、県の政界から、それから、まあ、あ財界から、それがなんと労働界までついてしまって、連合がこちら側に来ちゃってますから、組織票っていう組織票は。 こちらにいいた形ですすよねすねやっっぱ多かったなと思います、ねね、りそれを跳ね返されて、ね、しかも民進党があ推薦しない公認しないというそういう中での逆風中の逆風です。で、えー、しかしその直後この「おめでとうございます!」を答えた,た直後ですけれどもね当選直後柏崎刈羽原発について原発再稼働の話がきっと来ると思いますが。 約束した通り、命と暮らしを守れない現状で認めることはできないとはっきり言わせていただくともうこれは慎重な姿勢を改めて明言して泉田六政を継承する姿勢を鮮明にされましたね、はい、あれもねあの言葉をもう少しね濁すかななんて言ってた人はね <laughs> これ変わんないです変わんないですすごい <laughs> これはねあの心配してた人も随分いたと思いますけどすごいあのきっぱりとした。 あ、この鮮明でした。また同時に涙ぐまれてましたよ、ね。<laughs> まあ、少しで、それはさすがにね。いや、まあ、いろいろ考え深いですからね <laughs>、えー。これはもう当然言おうと思ってたんですかど。そうですね。はい、これちゃんと言わなくちゃってなりましたね。うんまあ、あの、涙のわけ。いや、それはたくさんです。あの、まあ、いろん,んなものが去来したということですか。まあ、でも、今回の勝利自体、やっぱりな、まあ、涙ぐましいというのもなんですけれども、自分でね。いや、でも、感動的な、うん、感動の涙、もちろんありますしね。その。うん あでもまあさすがにやっぱりこのそういえば11年目だなっていうのもねいや5回目11年目,目ですからね、まあ、なかなか、その総、ね、馬党のようにちょっと、ね、あのくるくるっとここまで来たねっていうのもそれはもちろん<ー>、まあ、やっぱり最大は今回の選挙の感動ですけれどねやっぱりそれは応援してくださっている人が日々集まってきたというのは時間されてましたいやは本当にそうですね、うん、皆さん熱い本当に熱いご声援いただきましたねこれはね。 あのー、非常に面白いんですけれどもね保守層も米山さんに票がいったんですよで県民の新潟県民大多数柏崎刈羽原発再稼働には反対とものすごいその投票の際に最も重視した政策がですね原発への姿勢だと対応なんだとそれが29%で。 そして84%が米山さん15%が森さんにこの最も重要視したという政策の人で、ね、そして柏崎狩猟の再稼働に反対643028、まあ、迷っている人もいると思うんですけどこれは組織があることを含めると考えるとすごい数字ですよね。で反対と答えた人64%が米山さんに入れました34が森さん。でね ここ大事だと思う。自民支持層の七十三が森さんに投票したけど、自民の支持層ですよ。二十五パーセント七万すん流れた。これどう見えますか。まああのばか原発のね再稼働も,もちろんすごくその大きな争点だったんですけど、私結構それは。 あのやっぱり命と暮らしっていう大きなコンテクストの中で再稼働がシンボリックだったというだけだと思うんですねあ、はい、その単なるまあシンボルとして分かりやすいじゃないですかその命と暮らしっていう話の中で,、はい、でそういう文脈の中でやっぱり自民主理想の方の4分の1ぐらいやっぱり今までの自民党を継承するんじゃなくてあの、まあ、考え方としては保守だけれどもそれはあの保守の中でこそその命と暮らしを守ってほしいんだって方はやっぱりうん、うん 随分いらっしゃるってことを証明したんじゃないかなと思いますね、うんうん、なるほどで民進はですねあの自主投票を決めちゃったわけですよだから組織として上の方は旗振らない、えー、にもかかわらず85%の柳山さんに自主投票したと 森さんのところに入れた人もいたんですね、だけど、民進の支持層の方も、結局は執行部が動かなくてもやるっていうことはね、これ見えたんですね、つまり民進と執行部と連合というものの執行部はなくても勝てるまあていや全国のこれからの選挙を戦う皆さん、すっごい大事なことです、えー、連合が敵側に曲がり、そして民主党が自主投票を決めても、民主党の支持層も動いてくれるし。 そして保守の支持も、あのはっきりした政策であったらば、命と暮らしを守るとあったら。そう,そうそうそう、覚てくれ。やっぱりそこだといます、ね、まあの、皆さんやっぱり今時は、あの。はい、民進党ももちろん自民党でさ、やっぱり政策で動かれるんですよね。で政策として、やっぱりきちんとしたメッセージを伝えれば。はいうん それはもうまず民主だろうが自民だろうがこれあまりその組織というよりは自分で選んでくださるのかなというふうになるそうですよね、はい、とにかく共産党とは一緒に組めない反共イデオロギーを打ち出すような、ね、傾向のある新しい執行部ですけれどこれは間違っていると思いませんか端的にいや間違ってるいるの<え> <laughs> ね関係ないですよ、僕間違っていると思いますよ。 間違,間違ってる、間違ってる、間違ってるだって誰とだって別に。田本さん来ましたか？田 <laughs> さん来ましたか <laughs>？まあ、それはあのそ,そこはわかりますい。そこはね、あの特定のものじゃなくて、あの間違ってますね。<laughs> そのそのこの話はね、その話はあの失格、はい、が間違ってるんじゃなくて、はい、間違いいあの。 特定の政党と組んだらいけないみたいな話は、それは間違ってるでしょ。はい、政策ですよ。政策ですよね。はいはい、ええー、ということはね、もっと本当に近づかせあの差し迫ってると言われている衆院選にも大きな影響を与えると思うんです。米山、はい、モデル、新潟モデルというのはね、えー、これまあ同じような話ですけど、保証保証票が流れたということなんですよね。ええー、そしてこれね、万代口での米山さんの凱旋なんですけど、応援弁士森裕子さん、日本共産んとこの小池さん。 ね、これ象徴的だと思うんですよ、まあこあのー、今までの政治経歴からすると、米山さん、保守の方にいらしたから、小池さんが真っ先にこうやって応援してくれるっていうのはね、これはどうでしたか、まあ嬉しいっていうのはもちろんあったと思いますい嬉しいですし、あのまあ、僕、本当に、ね、自民党にいる頃から、あんまりそ,<の>そういう、そうそうあうまう政党は関係ないと思ってらっしる、うん、まし、あ、あの政党じゃなくて、属する属性じゃなくて、やっぱり政策として一致すればいい,い,いわけですよね。小池さんこううは本当にこう命と暮らしっていう あの政策強くまあ小者さんもお医者さんですしね打ち出されてるわけでもうお医者さん同士でそういえばそうそう違和感全然同じ政策を打ち出してるのに党が違うからどうこうってそんなちっちゃいこと言っちゃうね政策の是非で合理的に考えようっていうのは米山さん連れらるという合理性ですねあなるほど森さんがすごかった僕が現場行きましたからねあの戦隊の立ち上げすごい獅子奮神でね大してました大したものです 森さんの勝負士の勝利だと実は今回見てるんですけど。そうなんですよ。それ絶対あ,るありますよね。その辺強引な僕もちょっと誤解したところがあって、はい、あでも森さんってやっぱすごいいいコーディネーターなんですよね。はい、あのちゃんとまとめる。あそんなふうには思えなかった。すみません。<laughs> いやいや,も<う> <laughs> いやいやいや。仕事の上勝負士。まあねまあほら。実はすごく背後もすごく <laughs>。 私は皆さん分かでしょ別に僕だけがお返ししたわじゃなくてねでも森裕子さんの株も上がりましたよ上がったと思いますね<れ>はい僕の中でもグッすい <laughs> ません,んすいませんすいません新潟のキングメーカーじゃないかっつ <laughs> <laughs> えすごいと思うんですけどさてこれ流れなんですよね流れなんですけどこういうことがありまして森さんが立候補してで新潟日報が県のフェリー購入問題で泉田さんに集中攻撃なんと記事掲載件数2015年12月から131本7月の最もクリティカルな時期に104本もやってそしたら泉田さんが。 立候補撤回表明したで連合新潟は森さんの支持を決定、民進党新潟県で常任幹事会で実施投票で、そこで米山さんが、ね、これは民進党を離党して出馬するぞというふうになったわけですね、こういう流れでしたね、この,でねでこの流れの中の苦しいあの決断のことというのは、前回の出馬、このすぐ決めた後の直後に、ね、インタビューさせていただきました。そこで あの詳しくお話を伺いましたけど今振り返ってみてどの時点どこが曲がり角でまたどこがねあのご自身にとって一番苦しい決断をされたところだったんですか